はい、ちょっとん空気チェックしたいんだけど、うん、空気圧が忘れちゃいました。ああ、これいくつなの？書いてないの？ドアに。ドアにはね、書いてない。普通のやつドアに、こうとこじゃない。書いてない、はいはい、書いてない。向こう見てみる、うん、運転席に書いてあるんちゃう？そう、はい、書いてない。カインズでオイル交換したの。オートアールス。オートアールスさんです。書いてない。書いてない。うん、じゃあマニュアル読まんときに。そう。マニュアル書いてる。マニュアルは、ね、一応あるよ。あ、そうなの。うん。うん。いいじゃん。すげえ。取ってんの。よいしょ。お、そこから。これね。お姉ちゃんの鏡の下に。コーンズ。ロールスロイスとベントレーとフェラーリ。うん、すごい。ね。すごいね。ねとか言って。なんやねん。ね。ああ。真っ黄色ない。お姉ちゃん。あそこにあるの。38？ 前38、後ろ38。38？ PSI だ。ああ、はあはあはあ。これ2.7 ぐらい。6？ うん。ああ。本当に？いや俺ね、前と今後ろ一緒に書いてあったけど、うん、前入れた時違う空気圧入れた気がするんだよね、うん、この紙のを見て、うん、これなんか英語とかイタリア語で書いてあるんだけど、うん、あそうこれ見ずに俺は、うん、これなんねこれ、何それ、これってさ本当にこうなんかコピーコピーあーコピーか、これ純正でこれついてたのかなこの車に、あお手製ってこと、いや知らないけどね、どっかに空気圧書いてあったの。面白いね。オーナーズマニュアル。うん。面白い。いっぱい説明しめてる。あった。ほら。うん、あった。はい。260キロ以下で走るときは 2.4、はい、2.5。2.4、2.5 だよ。で、ほらね、やっぱ前と一緒違うで。で、260キロ以上で走るとき、うん。これでも以下って書いてあるの。どっちだよ。以下以下。下間違ってるんだよな、ね、これ以上なのかな、うん、以下だね、うん、260キロあんまり出す機会はないと思う、もうほとんどないわ霊感ね、面白いなこれ、うん、で2425で入れましょうか、はい、あ面白い、うん、え他の冊子なんだ、あんま見たことないな、うん、マニュアルテクニコ、日本みたいなってる、マニュアルテクニコ、はい、テクニカルマニュアル、うん、ほう、うん、かっこいいね、パンツ開いてるこれ、あ、そう、ほら、これよ、これ、おむつ、本当だ、これ、俺の欠品しちゃってんの、下にもルーバーガンだよな、うん、うん、面白い、いろいろ書いてある、あ、本当だ、面白いね、うん、へえ、面白い、説明書だ、この絵本になってるんだな、あ、玉の買い方とか書いてる、初めてやはり読んだ、うんうっそ、英語しかないんだ、そうね、だからああいう紙のやつがね、ついてんだね、何これ、これ何、あれディーラーを教えてくれてんの、全世界の、全世界のいる、これ、いるでしょ、いるかもしれないじゃん、ヨーロッパってイタリアからはみ出てんだね、あ、まあ、イタリア特別だね、そうか、そうか、日本どこ、ファーイーストなのこれファーイーストなの、ファーイーストか、あ、ジャパンって書いてある、ファーイースト、ジャポーネじゃないんだね、普通にそこは英語なのか、ファーイースト、あ、こうやって見る、あ、工夫が凝らされてます、すごいぴったりだ、お、いいね、ん？ん？書いてないじゃん、オーストラリア、オーストラリア、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、台湾、ニュージーランド、ん？あ、東京、あと東京、あ、ほら、コンスだよ、あすごい、すごいね、大阪、2つあるんだ、東京、横浜、大阪、大阪2つあるの、ね、今あるのか知らんけど、東京負けてんな、うん、面白い、これいる、これ、いるでしょ、かっこいいでしょ、これだけあればよくない、全世界旅するよ、これで無理でしょ、事前準備大変すぎるでしょなんかここに駆け込めば大丈夫って言ってるでしょ、そうだね、うん、そういうことだよ、面白いこれ、へえ、さすがにイタリアがいっぱいあるのかなってことっぽいね、だってイタリアだけ分かれてたし、あ、すごいわ、いっぱいあるわ、
すごいね。イタリア人みんな持ってんだ。そういうことだね。あ、地図までついてるイタリア。ね、わ、かっこいい。本当に今合ってんの？絶対違うでしょ。Google 先生に相談だな、これ。うん、でね、俺今空気圧忘れたわ。え、何だっけ。2425だね。うん、OK、入れてみましょう。はい、後ろが25。はい、25入れます。今いくつ入ってるんだよね。わからん。気使うな。あ、全然入ってないわ。 2.2 度。うん、なんかちょっと多めに入れて、うん、下げながら合わせるといいらしいですよ。なるほど、うん、こうだ。うい、基本上げる方向で合わせたことないな。なんか知らんけど、その何、差が、うん、として。あ、そうなんだ。なんか違うの。なんかそんな気がしてて。あ、そうなんだ。基本的にちょっと多めに入れてから、なんだろうね、いつも自分のゲージで入れてるからかな。いやいや、ガソスタのお兄ちゃんとかに言われへんの。なんか空気点検しましょうか。ないな。あまりにヤバすぎて声かけられへんか。まあ、基本セルフしか行かないしね。あね。あ、でも確かにいつもなんかウォッシャー液無料で入れますっていうお兄さん、うん、そういえば何も言ってこなかったな、これで。だってこの車はわけわからへんもん。もし駅入れてくれてもいいけど。うん、どこにあるかわからへん。前にある。前にある。うん。もし駅交換。それ難易度高いの。え？びっくりした。もうチャージがないかい。いや、あるある。うん。ないです。なんでしょ。うん、で一回止めました。はい、はい、どうしたの。コンプレッサーが壊れたかもしれない。え、静音タイプなんじゃない。いや、何してんの。コンセント差し直してもダメな。はい、以上空気入れ動画でした。その虫ゴム？どっちだ？あ、虫ゴムなのかな。あ、入るわ。で、圧の付け方の問題かい？虫ゴムが変なのかも。虫の出方が違うんかな。そういうこと？あ、こっちの方が手前まで来とるな。あ、そうなんだ。あ、そっち結構引っ込んどるわ。じゃあ今度虫持ってきますね。ありがとう。うん、じゃあ、はい、はい、以上すっきりしない空気入れ動画でした。持ってきた。これ何違うの、赤と青。分からんのよ、なんかね、うん、どっちかが上等みたいなやつだったと思うよ、うん、確かね。そうなんだ。で、これは使いかけで、うん、こっち新品入ってるから、うんうんうん、新品する。そう、色で合わすみたいなと思って。かけでいいかな。次タイヤ変えるときに全部新品に変えるし、うん、ああ了解了解、うん、じゃあ外して、うん、色の合う方でやるよ。 OK、うん、どっちなんやろな。え、でもさ、これ一緒じゃないの。虫歯の一緒なんだけど、なんかね、うん、あった。あ、てか待って、どっちでつくかさ、あっちで見よう。お、大丈夫そうだ。大丈夫そう。うん。うん。なんか赤の方が調子良さそうや。本当に、じゃあ赤にするか。うん。
よいしょ。じゃあ、行くよ。噛んじゃってんの？なんかお渋いな。あ、本当に。うん、やだな。もうなんか、旅が出てきた。そうだね。おぉ。オッケー。黒だったね。これで空気入れてくれれば大丈夫だと思います。オッケー。うーい、うん、入るはず。いいね。オッケー。イエーイ。完了。完了です。このキャップが締めづらいです、デザイン的に。手が細くないとやりづらいです。いいじゃん。はい。ういー。はい。じゃあ以上、みんな空気圧のチェックはこまめに。うい。はい。お疲れでした。お疲れ様です。